前田どうも毎度ようでございます。ピンポンガンちゃんのお邪魔しまんねやわ。はい、ということで今日は20回目です。20さあ、カモンもう行っていいんですか。カモン、はい、じゃあ早速行きたいと思います。はい、お願いします。中島監督、厚澤さんおるからガンちゃんいらんわ。冷たいわ。確かに何年も厚澤君と中島監督、選手の時からっていうぐらいの時から付き合いは長いの分かる。厚澤コーチも能力高いね。パッと見た時の人々の空間の把握の能力がすごい。適切な言葉を出せる、すごく頭の切れるコーチ。知ってんねん分かってんねん。せやけどサメさんどないでっか言うて、俺また言うてるわ。稲葉のあっちゃん強し中島監督言うて、俺そんなことばっかり言うてるわ。ほんまや、立浪さんにはお前ええ加減せよまで言われたんやからまあこんな解説者も世の中2万人でっていう話やんか。行きますよ、取材に行きますよ。待っといてくださいよ、厚澤コーチにも行くから。両方さんでも親友の AJ が対談してしまうじゃないですか。どうするんですかこれ、このチャンネル。いやでもね、最後松田岡田の岡田さんが神戸ビーフ渡しに行ってくれたからよかった。キュー言うて喜んで食べてくれたもん、それだけでよかった。 AJ ええではい、ということで次いきます、はい、なんでいつもオープニングの時刑務所の囚人服みたいなの着てんの。それ見た。違う、あれ普通のボーダーのシャツやん囚人服に見える、はい、ちゃんとここにマハロスポーツって書いてあるやん。スポーツメーカーの T シャツやで、あれ囚人の服じゃありません。デザインボーダーのマハロスポーツのスポーツ T シャツです。あのオープニングめっちゃ好評なんですよ。好評やな、はい、なんか岩本らしいと言われますよしかし囚人服とは殺生伝がな面白いですね、コメント。はい、ハリさんの後の張本さんですね。あとサンデーモーニングのご意見番をガンちゃんにやってほしい。嬉しいね。世の中に1億3000、4000と言われるこの日本の人口の中で、あなただけでそれ言ってんのはもう一人です。うちのおかん2人何年続いてるんやっていう、あのマンモス番組のスポーツコーナー、張本さんの代わりに岩本がその後釜で座れと。無理に決まってまんがな。何度かゲストで出させてもらったけど、あの空気はもうすごいやから。ほんで反対側のカウンターにはもうね、各政治や世界の評論の賢人の人たちが座ってて、目つきが鋭いんだって。誰が一番鋭い眼差し方、関口さんこうやってね、パネル触りながら「さあ次行きましょうか」の時、こっち見てると目つかけて、眼鏡の奥からこっち見てるから僕だから。こんな感じでコメント言ってよ。さあ岩本さんどうですか。その目で喋られへんわ。で喋ろうと思ったら、僕が打ち合わせで喋ったこと張本さんが全部喋ってまうからあ、選手もあっぱれでしたね。毎度どうもあっぱれ。はあ、いいですね。毎度のあっぱれですよ。複数回目の時には毎度あっぱれこれどうじゃないですか。なあ、ロングタイムノーシー。ロングタイムノーシー。How are you today? さあ。はい、ということでいきます。面白いですね。ガッピーは私の好きな星野誠一さんになんとなく似てますね。まあ巨人の元木さんにしても新庄監督も私と同級生なので、皆さんそれぞれのキャラで頑張ってくださいませ。ガンピーの微笑ましいお母様を解説。星野さんに似てるって言われてるんですよ。東証ですよ。星野監督の野球スタイル大好きだった。昭和のスタイルですけど、優勝決まるときに前日もうめちゃくちゃ球数投げている田中将大を最後の胴上げ投手に上げるときにアンパイアに「ピッチャー田中はないの!」あのあと2週間ぐらいアンパイア耳キーンなっとったという噂ですよ。噂です。それぐらい気合い入ってピッチャーコールされたら燃えますよ。僕やったら涙ちょちょ切れて投げるけどな。すごいわ。僕は星野さんの野球スタイル大好きです。ちょっともうこっちは時代じゃないんで、でもこういう気持ち、そうこういう気持ちは大好きでしょ。やっぱ勝負事やから。ガンちゃんのたこ焼きトークもほんまに期待してます。オリックスの候補の人ちょっと OK ですか。ちょっと岩本勉チャンネルもちょっとご容赦お願いしますよ。選手もう本当は全員お願いしたいぐらいやけど、ちょっとパガオ軍団成立させて僕たこ焼き焼かしてくださいよ。そういうちょっと夜中深い時間に見るようなテイストでやりたいんですよ。言うてくれたらすぐ大阪行ってすぐ会場用意しますよ。すぐです。提供したい借りたのあります。もううちの僕の YouTube の部屋でもいいぐらいよ。じゃちょっとたこ焼き漫談さあ今シーズンたこ焼きとともに振り返りましょうみたいな。今日こってり大阪の声出していこう言うてピッチャー様子がおかしいみたいな。声出すセンス抜群。やばいよやばいよ。お客さん少ないから本庄席に丸聞こえ最高。最近ちょっとなんかおしゃれになってるで。おしゃれになりすぎちゃうか。ちょっと早いで。ごま油でええで。いやガンちゃんの動画で久しぶりにサムネ伸びるなって感じた動画でした。思ったけどこれいつ収録したのっていうの感想です。見てもらってありがとうございます。なんかこう一つのことに着手して喋ったり行動をとった動画は後回しになることがあるんですよ。それも理解してください。すまん。なるべく新しい新鮮なものを皆さんにお届けしようと思ってるから。でもなこの間思った。俺 YouTube やり始めてからスタッフ K とこなーしやり取りしてから俺トーク力ついたもん。この間 MBS のラジオ、はい、ガオラスポーツとコラボして3時間生しゃべりっていうのやった時もう台本わっつい進行表でデータも置いてくれててこれスタッフこれだけ用意するのにどれだけ頑張ったんやろなと思ったけど5ページぐらいしか使ってないんですよ3時間。申し訳なかった。でも担当の人も「ガンちゃん好き放題もうこれは一応困った時のためにあるので時間内その CM の間だけタイムカウントだけ守ってくれたら好きに喋っていいですよ」喋りまくった。最近よう言わねトーク力すごいね。パワートークパワー。以前これ結構前10年ぐらい前の話やねんけど、僕が北海道のローカル番組の朝レギュラー番組もらいました。でそこでスポーツコーナーに入ってきた女性の方綺麗な方がおられたのよ。高橋あさみさんっつって。でその方がいてで「よろしくお願いします」って「うわ綺麗な人やな」と思って「あスポーツコーナーテンション上がるわ」って喋ってて番組中にキョコーンってするので番組が終わって反省会してる時にケラケラ笑い出したからどうしたん「すいません私岩本さんのこと元野球選手って知りませんでした」って「面白いおっちゃんやと思ってました」でもね野球を楽しく面白く伝えられてて周りの人が「野球漫談家や野球芸人」って言ってくれて俺は気分悪くない。全然悪くない。いやいやせやけど本業は野球解説者やでそのこだわりで全然ええねん。言うたらおいしいおいしいおいしい。しかし岩本は野球解説業そして時折見せる野球漫談岩本節も継続することができたということですわ。だからこのガンちゃんの部屋も続くんですよ。続くんですよこれが。みんな言いふらしてくれって言ってるよね僕は、はい、クスクスで終わるんじゃなくてこいつおもろいから見てみてみんなは拡散しないとせやろ。期待してます。おうおうおうそのまま終わる思ったらお間違いやんか。たまにはわしにも告知させてくれよ。お来たる12月19日日曜夜7時より、はい、モンスケ TV ストア北海道は HBC 放送にモンスケっていうキャラクターがあるんだけどモンスケ TV ストアっていうかそっから入っていくと岩本勉クリスマストークライブっていうのがあるんだわ。これ映ってる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 。詳しい横にね、これね料金2500円ってなってるんですけど、はい、当日生配信7時ぐらいからやります、有料で生配信でモンスケストアからこれを購入してもらって見れるんですがその後約1週間ぐらい、見逃し配信とかで何度も見れるんですよ。これぜひ楽しんでほしい。普段は札幌グランドホテルで僕トークディナーショーとかやってて毎年いやいやいや本当しっかり料理出してフルコースでね、でその後お世話になってる人たちと親父バンド組ん でコーラスの女性も入れてバンドショーとかやってたわけよ。400人びっちり入んねんでグランドホテルのグランドホールでやってたけどやっぱコロナ禍の影響でそれがもう中止と続いてて HBC さんが配信せえへんかと特別トークライブをついにこれぜひ見てほしいねんな。19日やから皆さんクリスマスのイブとかクリスマスって忙しいでしょ。19日って微妙に前倒しやから時間あるはずやねん。入ってきて見てほしいわ。普段テレビラジオ、これ YouTube でもレッドゾーンギリギリまで喋ってんねん僕。だから意外とね炎上とか最悪謝罪とかない人なんですよ。炎上なんてあんな炎上に入れへんから、今までやったのって全然、でもこの有料でしゃべるトークライブはレッドゾーン行っちゃうんですか。わーんってなってんねん。ブリッピングまで入るんやで。こう